本当に本当に。あ、井口さんにギフティングした話は話せるわ。何の因果か分かんないんですけど、キングヌーの井口さんと飲むことがあってって言ったら、なんかあの差し飲みしたみたいになるから、こういう時勝手に名前を出していいのか分かんないけど、一応とりあえず3人目の名前出しておくと、土井さんですね、ボルトルームさんのご好意で、まあキングヌーの井口さんと飲むことになって、この前飲みに行ってましたと。まあなんか前にね、一緒にゲームしたことあるんですよ。裏でゲームを一緒にしたことがあって、でその時に井口さん PS4 で Apex Legends やってて、でよかったら PC 送りますよって話あったんだけど、まあ、若干うやむやになって立ち消えてしまって、送りますよ、いいんですかの流れがあったものの、え、これ本当に送り先とかなんか聞いていいのかなみたいな、聞いてプライベートなね住所とか出てこられてもなんか申し訳ないしなと思ってない、聞けなかったんだけど、その時は恐縮じゃん、シンプルに。まあその話は運算無償立ち消えたんですけど、まあまあ最近飲みに行ったことがありまして、でその時にもう一回 PC 送る話が出てきて、本当に送っていいんすかって言って、送っていいなら送りますよって言って、その場で僕が注文して送った。喋りながら携帯ポチポチして注文した僕。考えてみ、キングヌーの井口さんが自分のデザインの PC 使うんよ、送るやろんなもん、そんなん送るやろ、どうか誰でも送るわ。いや僕は仕事早いよそりゃっていう流れ大体で、気づいたらありがたいことにツイートまでしてくださってて、渋原くんたまに飲みに行った時にって書いてあって、はい、よかった言ってもいいんだって思って今言った。わかんないからさ、僕の名前はマジ無限に出していただいていいんだけど、当たり前だけど、全然もうね、僕が勝手にね、そういうアーティストさんとかだった情報とかでやっぱなんか言っていいのか悪いのかあんまり LINE がわかんないから、向こうが出したところは、あ、よかった言っていいんだって思いながら今言ってる。いや、そう、送りつけたまである。全然送りつけたまである。ちなみに、グレードに関しては、僕のカードの上限の符号上、実はあれね、上から2番目のグレードなんです。一番上送りたかったんだけど、届いたらさ、すぐ触ってほしいじゃん、本来なら、本体と、モニターと、マウスとキーボードが必要な、あとマウスパッドが。じゃあ全部送ったんだけど、全部ないとダメじゃん。で今 PS4 でやってる方ってことは、おそらく今家に PC ない可能性あるじゃん。だからもう全部送ろうと思って全部送って。したら、カードの枠が足んなくなって、泣く泣く 3070Ti にした。Ti だっけな ?3070 だっけな、グラボだけちょっと削って、それを周辺に TO に当てるという。オーバースペック、モリモリで送ることはできなかった。いやでもそれでね、あんなツイートまでしていただけて、本当にありがたい話ですよ。全然、押し付けただけだし、ご本人さんがね、使ってくだされば、それだけで十分すぎるんですけど、まあ、本当ありがたいことに、ツイートまでしていただけて、もう、ただただ感謝だった。そうですね、僕のだから PC ギフティングした対象はこれで、山ちゃんこと山田涼介、キングの井口さん、で、星川さんという、とんでもない3人が今ここに。でもなんか3人、